ほい、よっしゃ、松浦です。今日行くのはどこでしょう。はい、ここです。竹原市、竹原市に向かいます。竹原市といえばここしかないでしょう。大花園さんに行かしてもらいたいと思います。よし、気持ち入れていこう。気持ち入れていきましょう。皆さん、気持ちがちょっと足りてないですね。今日はなんか気持ち足りんの。今日気持ち入っとる、気持ち入ってる、気持ち入ってる。いや、もうすぐ大花園さん着きます。ほんとね、もう竹原といったらここしかないですからね。大花園さん着きました。大花園さんは広島といったら尾道ラーメンなんですよ。広島って言ったらそうですね、広島ラーメン、尾道ラーメン、まあその代表的な店で、尾道ラーメンの、そうですね、ベースは醤油ラーメン、醤油ラーメンでベース、まあ店によって違いますけど、鶏ガラがベースなんですよ。まあすごい あっさりなのにコクがあってしっかりしている味で美味しいですね。じゃあ行きましょうか。行きましょう。撮影許可いただいてるんで行きましょう。いらっしゃいませ。これだけ。はい、半チャンスの焼き飯うまいんですよ。この向きでいいですか。この向きでいい。あ、まあいいですね、これで。取れた。そうですね、いらない。いただきます。Thank you.
番のおすすめはやっぱり僕はあのこれ、やっぱチャーハンセット、チャーハン最高にうまいんですよ。でも餃子もめちゃくちゃ美味しいんで、自家製麺でもう手作り餃子で、まあ言うたら全部うまいんですけど、皆さんぜひ行ってみてください。大会さんめちゃめちゃうまいですよ。もう今お客さんがもう並ばれてるんで、ちょっと迷惑になっちゃいけないんで、この辺で終わります。ごちそうさまでした。なんかね、すごくコクがあったね。コクなかった？スープの中にコクがあって、いやいいね。で平打ち麺片面に浮かれて絶妙で、あのチャーシュー、大判なチャーシュー、あーれバーリうまい。ふぃーしゃうまかった。オッケー。